ケーションで意識していることは何ですか？基本的にはまず信頼するかな、あとやっぱり自分が大切にしていることとかこう思うことをまず伝える、ことですかね。あとは本当に信頼関係です。だからスタッフだから私が下だからじゃなくて、一人間として相乗効果であるべきだっていうことですかね。そこがやっぱり若い入ってきた1年生からとか、まあ、いろんなスタッフが全部いいところを私は吸収します。だからそれが、まあ一つの目標に向かって一緒にという仲間なので、本当に素晴らしいですね。本当にあの信頼、尊敬をお互いがしっかり持って、相乗効果でありましょうと。どちらが自分に向かって、出会いに向かって、これすごく信頼ですね。はい。先輩、まだ先輩しかない。お客様に出すお料理は先輩が作ってたところで、その先輩が動きやすいように仕事するっていうことをしても、どうしたら私はその信頼を得られるようになると思います。そうだと思うな。特に私が例えば厨房に入るときに、まあ、私の次の下みたいなのをサポートしてくれるときは、私が成功の料理を作れるようにサポートしてほしい。例えばその方が上に出すときは下の方が彼たちが成功のいい仕事ができる環境づくりをしているのがあなたの仕事ですよって、私も伝えますね、そこは。そこでやっぱり信頼だったりとか、どっかで、任せられるものと譲れないものとか、それぞれなんか料理をしているものがあると思うので、そこをどう理解してどう伝えていきながらやっていくのかなっていう感じ。失敗はね、誰でもあるし、仕方ないけど、失敗して怒られない、怒られて成長できるので、怒られないってことは何一つ前へ進まないってことなので、やっぱり怒られるってことはすごくありがたいと思います。悩んで苦しんだりすれば、やっぱり自分の今の臭いから上に行くときのタイミングなので、そこを逃げてたら、ずっとやっぱりそこから、走るのが前に進めないし、つらいよね、つらいけど、今、あなたすごく成長してるんだよとか、前に進んでるんだよっていうことを言いますね。だから怒られることとか、失敗することを、やっぱり恐れてたら前に進めない。要は安心感が欲しいからとか、それってつらいことなんですよね。だから私とかも大変なことがいっぱいあったからこそ、本当に大きくなるんだなって思いますね。今現在、お店のスタッフさんは何人でしょう？1、2、3、4、5、6、7、8人かな。チーム関係は基本的になるべく、私はまあ次の2番には信頼で、2番は人を信頼してっていうふうにするようになって、あんまりそこに口出しはしないように彼に向かってあげて、もし彼とか何かあれば全然には私は取ります。だからあなたが思うように本気でやりたいっていうことを言うし、あと失敗することに対してあんまり物を落としたりとか、誰かが入っちゃいますとか、そういうことに対して、まあ軽くは思いますけど、そんなに怒らないけど、人が人の悪口を言ったりとか、人をバカにしたことに対すると、食材を本当に雑に扱ったときは、もう稲妻を落とします。なのに、めちゃめちゃ怒ります。今のお姿とか想像つかない。もうぐらい、もう、あまりにも、まあ、そんなに怒る姿も、もう年も年だから、でももう本当に、もう過呼吸になっちゃうぐらい、ものすごく、人に対してやっぱりバカにしたりとか、あなたがそんな人をバカにする権利になるかもしれない、そういうことに対しては、すごいなんか、めちゃめちゃ怒っちゃう。そこはいけないと、まだまだ直さなきゃいけないんだけど、もうなんか、怒りが込み上げてきちゃうんだなっていう。実際そういうパネルになった時は、そのスタッフさんの様子って変化ありました？黙ってはある程度は見てたけど、もうここはもうちょっとっていう、まあ
うちは女性も多かったりとか、まあ男性同士完全に人をバカにしたような人に対して扱いの時とか、2回まではまあある程度見逃して様子を見るけど、3回目でまだこいつ気づかないんだなってことが持ち帰るんですよ。めっちゃ多くて、お前何なんだって古典派に怒るんで、みんな心臓えぐられたかもしれない。それでもスタッフさんがついてきてくれるって、うん、何が違う。いや、それでもう本当にめげて、だからそこまで怒っちゃうので、もう本当に心が折れて、まあプライドあるのに、そうちゃうので、気ついてやめちゃう人もいるし、でもそこは私の中で許せない。ここに立ってる以上、そこに会社にいる人だけは許せない。だからまして、スタッフさんとのコミュニケーションで意識していることは何でしょうか。やっぱり一番は信頼関係かなと。